flatline for over 12 minutes. Another amp of Epi, and we'll go again at 360. Clear. Still no foul. 電気ショック療法の適用としましては VF、無脈性心室頻拍パルスレス VT があります。今回のような心静止や無脈性電気活動は電気ショック療法ではなく心臓マッサージが必要となります。基本13分経っていたら救命率はほとんどありません。 10% 以下になります。なので医療スタッフはあの発言をしたと思います。これは VT ですね。やっと電気ショック療法が使えるようになります。